日本人の皆さん、こんにちは。私はロヒットと申します。RSP in Japan というチャンネルが始まりました。今は日本に住んでいるんですけど、最近インドの方で結構良くない動画、日本のアーティストが良くない曲を作ってインドの方になんか出しましたということで、この動画はインド人に結構怒らせましたということが知っていないかもしれませんが言っていますよ。そのアーティストの名前はガンディ・フォックスと、あとはコーヘイ・ジャパンとかナマステ・コーヘイかなと思いますよ、というアーティストですけども、なんか一つ質問がありますよ。日本人なので、インドはどんな国ですか？インドで考えたらどう考えますかを知りたいですよ。答えはカレーだったらとか人口が多い、この二つだけあれば良くないだなと思いますよ。ちょっとだね、傷が作れるぐらい悪さとか、その思いをや考えはちょっとね変わらせていただきます。一つずつ説明しますよ。インドはどういう国なのかは、ちょっと、なんか、覚えておいてほしいですよ。お願いします！お願いします！インドは、インドのタージマハル、多分聞いたことがありますよ。世界中で7、一番いい建物か不思議な建物がありますよ。その中でタージマハルという建物も入っています。世界中で7、だけありますよ。その中でインドのタージマハル、特徴としてはどこから見ても同じように見えるという特徴がありますよ。ちょっとね素晴らしいですよ。ちょっと覚えておいてほしいですよ。お願いします。なんか給料って考えたら10000という風になっているということで、なんか0がなかったら1だけなんですけど、その0が発見されたのがインドでした。インドのアリアバッタという研究者がこのゼロ発見しました。じゃあそれも頭の中に置いておいてください。ちょっとね、ゼロはとても大事なんですよ。ゼロがなかったらちょっと考えたら、その世界中である技術、コンピューターなどは作れないでしょうと思います。技術を勉強している子なので、そのコンピュータとかコンピュータの世界で0101の通信などをやっているから、0がなかったら111だけですよ。そうしたら1から9だけになりますので、とてもとっても重要か大切な発見とかいいことでしたので、ちょっとね素晴らしいことだと思って、なんかインド人とか他の人、誰かいつかインドはどういう国ですかということが聞かれたら、ちょっとね、タージマハルとかゼロが発見された国だと言われたら嬉しいだなと思います。そして、あといろいろありますが、例えば、今、IT は結構強くて、結構進歩していますよ。テクノロジーとか、インドの方に行ってとか、私にも聞いたら、日本はどういう国ですかと聞いたら、あ、素晴らしい国ですね。日本人は優しいですね。とか、日本の技術は素晴らしいですよ。車などがいいですよ。かっこいいですよ。みんな知っていますよ。大体みんな知っています。インドに行ったら、あ、日本って知っていますかって聞いたら、喜びますよ。でも、インド人として日本に来て、インドはどう思いますかと聞いたら、カレーですよって答えてもらったら、もうちょっとがっかりだなと思います。で、最近その動画は結構良くなくて、ちょっとじゃなくて結構怒らせましたよ。このビデオを見てからいろいろ Google とかで調べてください。あと考えを変わらせるような動画でしたので、よろしくお願いします。